こんにちは。どうも、チャートが届いておりますんで、添削させてもらいます。じゃあ画面を切り替えて、まず送られてきたチャート、こちらを見てみましょうか。はい。細かく反省点が書かれてますけども、私が意識してくださいねって言ったのが、この辺りです。131円前後ですよね。この辺りでブレイクアウトを狙えば、赤でちょっと申し訳ない黒にしましょうか。ブレイクアウトを狙えばですね、この波動が取れていたというところなんですよ。で、これは後付けじゃなくて、もうずっとね、131円前後でバイでエントリー、ロットを決めってことを繰り返し申し上げてましたんで、多分それを聞いてないよ、見てないよって方は、ただ単に動画を見てなかっただけだと思うんですけども、緩やかに下に落ちてきてね、こっから、131円前後までの、この幅を狙うのも悪くないんですけども、これはね、どちらかというとね、上級者がやることなんですよ。いつも言いますよね。上級者はここで入り、中級者はここで入り、初心者はブレイクを確認して入るんですよ。ですんで、頭と尻尾はくれてやれっていう、その言葉のまんまですよね。だから、こっからエントリーして、で、朝起きて、この辺りで決済。で、しばらくはね、私がね、4時台に決済しますよっていうふうに申し上げて、今8時ぐらいですから、4時間ぐらいはほとんどこの値動き、この辺りで滞空してるんですよ。だからちょっと横ばいに入ってる状態ですよね。だからここで決済できるとスマートかなと思います。朝の私の相場解説の配信が届いて、それを見てる方は、あ、今決済すればいいんだって思って決済して、まんまと利益を確定してると思うんですよね。もちろん、これ以上に上昇する可能性が大いにありますんで、ポジションを残すのも一つの手ですし、半値決済をするっていうのもまたいい手だと思います。さあ、それで送られてきた手順なんですけども、まず第1番目。緑のところでエントリーしたんですよね。で、決済をしたんですよね。ほとんど利益のない状態です。だから、ここで入るのは上級者なんで、待ってくださいよと。131円前後でのエントリーはしてくださいよってことなんで、ちょっと逆を言っちゃってますね。131円前後でエントリーしなかったのに、多分131円前後に至るまでに、この難しいところでね、やっちゃったんですよね。だから、これは上級者が、ここまで取るためにやることではあるんですよ。はい。で、追撃で逆方向へゼロ撤退ということになりますよね。方向のこの字は違うんですけども、それはもう細かいことは気にせずにいきましょう。で、ゼロ利益で撤退したということです。それで、まあ、いろいろやった後に、エントリーをせずに、明日の朝でいいかと思って寝ちゃうと、寝てる間にね、ブレイクアウトが起きて、朝起きて、ああ、手遅れだったみたいなことになってます。で、ここから入るのも悪い手ではないんですけども、私はお勧めしません。というのが、もう目標利益の設定は私の場合は言ってますんで、これでね。だから目標利益をこれから目指すときには、これからのまたね、解説が必要になってきますんで、ちょっと一旦休憩しますよ。特に今ショックを受けてるとこだと思いますんでね。うん。はい。じゃあ、この辺にしときましょうか。はい。それでですね、肝心なのは、この考え方を頭に入れることなんですよ。利益取った取らない、寝てる間に動いちゃった。それはね、そんなにダメージを受けることではありません。それは十分これから考え方が頭に入れば、いくらでも稼げるようになりますから。だから大事なのは、私の考え方、テクニカルのお伝えの仕方ですよね。だから私の考え方って言ったら語弊がありますよね。テクニカルを利用すればこうなりますよってことがわかるわけじゃないですか。予告をして、まさにその通りになったわけですから。それを繰り返し今年は特に放送してきてるわけなんですよね。だから、あ、なるほど、本当にこのテクニカルの考え方だけでいけるんだっていうことに気づけば、別にこれね、今回エントリーし損なったこととかなっていうのは、全く気にする必要はありません。ただし、上級者がエントリーするところで今回エントリーしちゃいましたよね。131円前後を待ってブレイクアウトで行くんですよっていう時に、131円前後のところに行くまでを、やっぱりエントリーしちゃうと、これはリスクが高まるんですよ。うん。だからそこですよね、今回判定点っていうのは。でも他は、気にしないでください。考え方を身につけるのが大事ですから。今、その時で、稼ぐためにやるんじゃなくて、上手になるためにやるわけですから。だから一回、今回ね、こうやって動画を送りましたけども、あ、なるほどねって思っていただければ、十分これは利息をつけて将来、まあ、なんていうかな、利益をもたらしてくれますから。ここでショックを受けて、なんだか別の方向に行っちゃうと、本当にね、敗残兵の方に行っちゃいますんでね。気にするところと気にしないところ、反省するべき点と気にしないでいいところと、きちんと分けていきましょうということでございました。それでは今晩よろしくお願いします。